半澤さんこんばんはこんばんは、えー、動物園のいいところを募集とのことで僕の意見を送らせていただきますやっぱり動物園で期待できることはハプニングではないでしょうかよくテレビでも動物のアクションにびっくりしたりしていますよね仮に女性と言ってえー、猿が檻の中で暴れたとしましょう女性がびっくりして僕の腕を掴んでくるかもしれないじゃないですか そんないいハプニングが至るところにある動物園は僕たちのドリームプレイスと呼んでも問題ないと思いますそう来たか水族館も負けませんよなんて言ったってウォーターですよウォーターが女の子にかかるとどうなりますかええ <laughs> どうなる <laughs> そりゃ水浸しになりますよね水浸しになるとワー 十分な理由じゃないですか？ええ。